平成21年5月7日、阿蘇市の阿蘇憩いの村で、阿蘇ジオパーク推進協議会の設立総会が開かれ、会則などを承認。今後、日本ジオパークや世界ジオパークの認定を目指すことを決めました。阿蘇ジオパーク推進協議会設立総会には、県や阿蘇市町村長、それに民間団体関係者らおよそ50人が出席して開かれました。まず、阿蘇地域振興デザインセンター理事長の河津修二南小国町長が挨拶。続いて、産業技術総合研究所の渡辺真人氏が、ジオパークとはと題して基調講演を行い、ジオパークはまだ発展途上にあると話しました。そして議事に入り、阿蘇ジオパーク推進協議会の規約を決め、会長に佐藤阿蘇市長を選出し、今年度の事業計画や予算案などを承認しました。最後に、元熊本大学教育学部教授の渡辺和則氏が、阿蘇火山とジオサイトと題して特別講演を行いました。ジオパークとは、地球活動の遺産を主な所見とする自然の中の公園で、2004年にユネスコの支援によって設立されたものです。今日発足した阿蘇ジオパーク推進協議会では、今後、火口や阿蘇のカルデラなど阿蘇地域の地形や地質について調査研究を行い、教育や観光に役立てるほか、阿蘇ジオパークの特徴を紹介するパンフレットの作成や、ジオサイトを活用したエコツアー、地域啓発シンポジウムを開催するなどして、日本ジオパーク認定に向けた取り組みを進め、世界ジオパークの認定を目指すことにしています。